気をつけることね。ああ、分かった。アルシェ、遅い。やっ、はっせ、さあ、やあ、フィーダ、せや、フィーダ、はっせ、フィーダ、やっ、そら、さあ、やあ、せや。やった！よっ！はっせ！さあ！やあ！狙い
食らえ博士。そうせかすな。それ、やるじゃないか。アルシェ、外さない。やるじゃないか。やるじゃないか。アルシェ。ミーダ。あとっておきだ。アルシェ。ミーダ。そこだ。セイヤ。そこだ。よし。よし。すまんな。へ。アルシェ。そうせかすな。Yeah.
結果を報告する。戦闘を最適化した。二人だと勝手が違うからな。よし、強くなったぞ。油断するな。よし、いいぞ、行くぞ。よし、力を貸せ。いいぞ、遅い。私が守る。よし、やるな。アリは私が守る。よしよし、あるわ、私が守る。よし、
ぞ。やるな。油断するな。やる。発見。やったな。いいぞ。よし。遅い。ある。もらった。よし。いいぞ。よし。私が守る。アルは私が守る。もらった。いいぞ。これで食らうぞ。せやっ。ここで取る。よし。せやっ。いいね。
よし、いいぞ。逃さない、アルは私が守る。いいぞいいぞ、よし、遅い、よし、よし、遅い、行くぞ、とどめだ、ある、いいぞ。よし、いい調子だ。お前は強くなったか？まずい、あと少ししかない。これ以上時間をかけると新月に。くそ、どうすれば。私が守る。
よしよし、さあやあ、いいぞ。油断するな、遅い。私が守る。油断するな。行くぞ。
ぞ。油断するな。よし、アルは私が守る。油断するな。行くぞ。嫁、ふっ、ルーエンハイドを返してもらう。ルルド教団か、やだね。やっ、お前も廃業か。うるさい。俺はお前たちとは違う。ルエノいいぞ。
いそうに。そっちの混ざり物は先が短そうだな。クリストファロス。でもあなたが青い血を吸えば少しは延命できるかも。来るな、ハイオメ。お前に助けられるくらいなら。動くなよ。俺は敵だぞ。それでも助ける。本当に青い血を吸って延命させるとは、言ってみるものだな。ホテルに連れて行ってカミラ博士に見てもらおう。あら、優しいのね。さっきまで戦ってた相手なのに。関係ない。こいつもルルド教団の人間、ルーエの仲間なんだ。きっと分かり合えるはず。そうか。まあ好きにするといい。この強い気もあの方のものではなかった。こんなところか。よし、いい調子だ。お前は強くなったか？ここは？気がついたか。ルーエンハイド汎用。お前もか。なぜ助けた。俺はお前を殺しに。ああ、知ってるよ。でもなんか悪いやつじゃない気がしてさ。教皇庁の犬に何がわかる。確かに教皇庁のエージェントだけど、リリアを月の女王に捧げたりはしない。どういうことだ。そうだ、アルーシェの目的は私たちと同じだ。ルーエンハイド、なぜルルドに戻らない。ロエルジリス様がお待ちだ。
ルド教団を抜けたわけじゃない。ちゃんと戻るさ。だが今はアルーシェのそばにいたい。一緒にリリアーナを探したいんだ。なぜそんなにその汎用のことを気にかける？それは大切な幼なじみだからだ。幼なじみ、俺にはよくわからない。だが時の花嫁探し、俺も協力しよう。え、協力してくれるの？ロエルジリス様も時の花嫁を探している。確かに目的は一緒だ。やった、同じ汎用同士仲良くやろうよ。不思議なやつだなお前は。え、何？何でもない。強くなったさ。これが新しい汎用の力。
寝てても成長できればいいのにね。そうでしたか。事情は分かりました。はい、ルーエンハイドは無事です。汎用も敵ではありませんでした。それで、あなたは彼女たちに協力することにしたのですね。はい。それも良いでしょう。運命が私の見えない場所へと流れ始めている。誰かの意志の力、愛する人を待つ強い願いの力を感じます。ロエル・ジリス様、一つお聞きしたいことが。何でしょうか。ルーエンハイドは幼なじみだから汎用を信頼している。俺にはそれがわからない。幼なじみというのはそんな無条件で信頼できるものですか。それは彼女たちの間にあるものをよく見ていればおのずとわかるでしょう。それはきっと今のあなたに必要なものでもあります。わかりました。カミラ博士から報告がありました。エージェントアルーシェの汎用化は成功し、成果も上々であると。ですが、時の花嫁探しには苦戦しているようですね。無事探し出してもらわないと困るのですが。カミラ博士には引き続きアルーシェの監視をお願いしましょう。Don't be fancy, be fancy.
アルーシェ。学園に行く時間よ。起きて。リリア。学園か。リアルな夢だったな。絶対探し出す。しかし、それは最後の。博士は電話中か。今後について話したかったけど。チョコレートドリンクでも飲んで待ってようかな。今までで一番だ。甘い。え？これでもまだまだなのです。30点といったところですね。私はアルーシェ、よろしく。お、来たか。待っていたぞ、エレノア。元気そうだな。以前、我がホテルお抱えのショコラティエがいると話しただろう。それが彼女だ。今回は商人としての支援をお願いした。商人の仕事もしてるの？チョコを作るのにもいろいろ先立つものが必要なわけですよ。だから商人の仕事で稼ぎつつ、チョコを作る材料を集めているわけですよ。金がないとチョコも作れないなんて、せちがらい世の中ですよね。わかる。私もチョコがたくさん欲しいのに、全然お金が足りないんだよ。ではでは、ぜひ私の商品をごひいきに。
で買います。私の支援が必要って何をしようとしてるのです？行方不明になった私の幼馴染を探してるんだ。あら、それはそれは。どんな方なんですか？若い女性だ。年齢は17歳。失踪当時と服装が変わっていなければ、巫女の衣装を身にまとっているだろう。巫女？私それらしき人を見ましたよ。山の上の学園へ向かってました。私たちが通っていた学園だ。肺炎なのにおかしいなと思ったので、よく覚えてます。探しに行こう。よし、リリア、待っててくれ。あの夢、リリアが呼んでくれたのか。学園のこと、ルーエにも話しておこう。
取りに行くしかないか。どうかしたんですか？調べたいことがあるんだが、教皇庁に置いてきた実験器具が必要でな。あまり近づきたくはなかったが、仕方ない。取りに行くとしよう。私も行きますよ。森、危険ですもんね。そうか、助かる。商人のエレノーが学園に向かう巫女を見たらしい。きっとリリアだ。学園、いろいろ思い出すな。リリアは星降りの丘が好きだったな。いつもあそこで何かを祈ってた。あそこ、恋人の丘とも呼ばれてたな。知ってたか？思い合う二人がそこで告白すれば永遠に結ばれるとか。ああ、そうだったかな。あ、そういえばルーエはやたらと上級生たちにも突っかかってたよな。それは悪事や不正を働く先輩を問い詰めていただけだ。それに先に手を出すのはいつもあるだったじゃないか。言い合うよりそっちの方が早いじゃん。あるがそんなんだから余計ややこしくなってたんだ。まあミュベール隊長には喧嘩の後始末でいつも迷惑かけちゃってたけど。ミュベール先輩か。あの人には頭が上がらなかったな。隊長だって？そっか、私ミュベール隊長の騎士隊にいたんだよ。ミュベールさん、かわいそうに。騎士になってからもあるの尻拭いを。なんで迷惑かけることが前提なんだよ。かけなかったのか？かけました。正直でよろしい。太平橋のあたりに凶暴な邪妖が出現したらしい。お、倒しに行くのか。頑張れよ。ある。
わかったって、私も行く、行くから。アルーシェ、プールとはなんだ。このホテルにはプールがあるらしい。だが使い方がわからない。仕方ない、お姉さんが教えてあげよう。この服は水着だよ。プールに入るときにこれに着替えるんだ。なぜ？なぜ？泳ぎやすいからじゃないかな。ここは泳ぐための施設なのか。まあ平たく言うとそうだね。そうか、ここは修練場だったのか。なるべく少なくして泳ぎの速さを極める修練場。ならこの水着さえも脱いだ方が。あ、いやいやいや、修練場じゃないよ。では、何をするための場所だ。遊ぶためだよ。遊ぶ？みんなで泳ぐと楽しい。ほら、前話に出た楽しいの感情だ。ここはみんなで楽しいをする場所。そうそう、理解した。泳いで楽しいをする場所だな。なんて難儀な場所なんだ。やっぱりだ。もういいんだよ適当で。ほら入って入って。はあ、楽しかった。ベルーシカは？次までにどう動けば楽しいか考えておく。おお、ベルシカには早かったか。
汎用。う、愛想ないのは分かったから、せめて名前で呼んでくれないかな。結構一緒に戦ったと思うんだけど。名前で呼ぶと何か違うのか。それはもう距離感が。距離感が変わると戦闘がしづらくなるのでは。いや、物理的な距離感じゃなくてさ、まあいいや。で、何してたの？ドエルジリス様から指令、町の邪妖を退治せよらしい。なんだ水臭いの、言えば手伝うのに。さあ行こう。汎用。それほどなのか。どうしたんですか？アルーシャか、ベルーシカの体を調べていたんだが、汎用化の施術がめちゃくちゃなんだ。性能を最大限に引き出そうとしたのだろうが、おかげで素体に悪影響が出ている。素体、ベルーシカの体にということですか？ああ、長くは生きられないだろう。そんな、すでに何度も延命措置が施されているようだ。だがこれ以上はもう細胞がバラバラになる。覚悟はしていた。生きているうちにやれるだけのことをやるだけだ。美しくない施術だ。あの国の人間も無茶をする。ベルーシカ、一体どんな過去を歩んできたんだろう。